はい、皆さんこんにちは。ジャッケーチャンネルです。 iPhone の情報がね、解禁になりましたので、今日は iPhone 関連の製品をご紹介したいと思います。今日ご紹介する製品はこちら、ケイスクーマジックスタンドです。こちらの製品はケイスクーさんより製品提供していただきました。ありがとうございます。こちらのね、ケイスクーさんなんですけど、ケイスクーなのかケイスコーなのかわからなかったので、販売元さんに問い合わせしたところ、クーでもコーでも大丈夫ですということだったので、今日はねケイスクーということでお届けしていきたいと思います。それでは早速開封していってみましょう。なぜかね、これ1個はねラミで包まれていて、1個はねもうこのまま開けられる感じなので、まずはねこのラミを取っていきたいと思います。ケースを左右に振るとこのように絵が動きますね。なんか凝ってますね。それではご開帳。なんか可愛いシールがついてますね。ステッカーかな。あ、裏もだ。こういうのいいですね。可愛いですね。はい、こちらのステッカーが一つ。スタートガイドかな。こちらもね、なんかキラキラした縁にね、マットでちょっと厚い感じのペラで、ちょっとケース本体への期待が高まりますよね。こういうの結構ね、開けていくときにワクワク感としていいっすよね。そして、本体の。おい。あ、すんごいね、サラッサラで気持ちいいっすね。で、背面がスモークになっていると。こちらのケースが一つですね。続いてね、二つ目。こっちはね、ラミついていなかったので、そのまま開けたいと思います。と、ステッカーが一つ。クイックスタートガイドが一つ。これ一緒ですね。ドドンと。おー、こっちは完全クリアですね。あ、すごい透明度ですね。同梱物は以上となります。それではね、ちょっとディテール見ていきましょう。いや、これすごい透明感ですね。この背面はね、ポリカーボネートですね。で、側面は TPU かな、これ。ちょっと柔らかい感じですね。背面のリング部はアルミにこう、なし地の処理がされていて、こちらにケースクーさんのロゴが入ってますね。あと側面にもね、こちらにロゴが入ってます。で、コーナーがですね、こういう感じのちょっと四角くなっていて、コーナーからね、iPhone を落とした時の衝撃吸収の干渉のスペースが設けられてますね。これ各コーナー 4つありますね。で、各種スイッチのところにはこのようにスイッチもついてるんですけど、こちらの新設されたこちらのスイッチだけは穴が開いてますね。はい、クリアはこんな感じで、もう一個のスモーク、触り心地はね、僕スモークの方が好きだな。すっごいサラッサラですね。うん。あとね、こちらこういう黒っぽいケースにありがちなね、指紋がつきやすい問題。それがね、まあ、新品だっていうのもあるのかもしれませんが、こうやってほら、触っても指紋がね、全くと言っていいほどつかないですね。あ、これいいな。はい。で、ブラックの方はリング部もブラック塗装ですね。ちょっとマットなケースコーさんのロゴが入ってると。で、あ、よく見るとね、ここにもコーナーに一箇所ロゴが入ってますね。すごい。これクリアの方ついてんのかな？あ、クリアもよく見るとついてますね。でね、こうやって見るとわかるんですけども、ここがね、少しこう、えぐれたような、ここですね。ここにあるこの両線の分で、左右ここのね両線で少しねグリップしやすくなってる感じですね。これはねこちらのクリアタイプも一緒ですね。ただクリアタイプはねちょっとこのケース単体で見ると透明なので、その形状はちょっと見づらかったんですが、これがねこうやって手に持った時にね、ここが指がかりになって、こことここですね、なんかすごくこう落っことさない感じがしますね。はい、それではケースつけていきましょう。でね、
今日ね、使うこちらの iPhone は16 Pro のモックアップになります。じゃあちょっとね、はめていってみましょう。まずはね、こちらのクリアタイプ。あ、結構ケースね、しっかりしてますね。おー、あーすごい、これ透明感があるので、ケースはね、よく見ればちゃんと見えてるんですけども、なんかね、ケースつけてる感がすごく透明なおかげでね、軽いですね。いや、いいですね。はい、でこちらのリングなんですけども、こちらはこの爪でね、ここ開いていただくと、このようにリングがスタンド代わりになると。で、横にして使うときは、こちらのリングを90度回すとカチッと言いましたね。90度ごとにカチッと言いますね。で、この状態でここを立てていただくと、ほぼまっすぐで見たい場合はこのぐらい。で、このぐらいまで寝かせられる。こちらの回転はね、90度でカチカチ言うんですけども、こっち側の回転は、ほぼほぼ無段階ですね。途中、どこでもいいですけど、自分の好きなところで止められると。で、こういう感じで置けますと。リング付きのタイプっていうのは結構あるんですけども、ここがね、この90度で回るっていうのが、ケースクルーさんの強みじゃないかなと思います。でね、もちろんね、こちらはリングをつけたままマグセーフ充電することも可能となっております。はい、じゃあね、黒い方もちょっとケース付け替えてみましょう。スモークのケースに入れるとこんな感じ。あー、これはこれでシックでいいですね。意外とね、この白い子もこの黒いスモークのケースに入れてもしっくりきますね。かっこいいな。ただこちらはここのリンゴマークはちょっとスモークなので見えないかなーって感じはしますね。で、こちらのリングも同じように好きな角度で開いて、で、90度でカチカチと。このカチカチする節度感がすごくいいですね。こちらの透明感もね、非常に捨てがたいので、これ迷いますね。ね、こっちの見栄えも良くないですか？でね、こっちもね、指紋が目立たない感じしますね。あ、こっちもいいな。ケースクオさんじゃないんですけども、このリングがこのね、ほぼフラットで内蔵されているケース使ってるんですけども、ビデオの編集とかするんで、リングを手放せない生活してるんですけども、このね、こちらに回るのがいいな。これね、撮影の時とかも実はね、こうやってリングに手を通して片手持ちすると結構ね、安定してね、片手でカメラが構えられるんですね。 iPhone をね、使い倒している人にはこちらのケースおすすめだなと思います。はい、実際触ってみてね、じゃあどっちのケース好きですかと。意外とね、これ色が違うだけじゃないんですよね。こちらはね、とにかくサラサラして触り心地が気持ちいい。そしてこちらは iPhone の色がね、全部見えているということで、色にこだわりある人はこちらの透明タイプで、持った時の気持ちよさで言うと僕はこっちが好きかな。ただこのね、白い iPhone と非常に相性が良さそうなので、もしね、白買うんだったらこちらの透明買うかな。まあそれもね、結構 iPhone と同じぐらい悩むのが楽しいのかなと思います。はい、いかがだったでしょうか？お役に立ちましたでしょうか？もしね、見てね、少しでもね、役に立ったな、面白かったなと思っていただけましたら、高評価のいいねとチャンネル登録、あとはね、コメントの方いただけると嬉しく思います。それでは皆さん、バイバーイ。